はい、こんばんは、コケクレと申します。よろしくお願いします。こんばんはかな、なんかやばい、こんばんみやばくなっちゃった。そうだ、いろいろ早いね。人生生き急いだよ。何があるんだ。あと3枚1曲目、1曲目です。バンド名はですね、KOSEASE×BOORE ってコセブレって読むんですけど、間に×が2つあるっていうところがちょっと特徴的な、これ以上増やしたくないぞっていうね。まあそんなね、ちょっと法律の役に立つことをね、おしゃべりした後には、まあそういうね、法律と戦ってもどうせ負けるんだよっていうことをね、ちょっと歌にした歌を歌ってみたいと思います。負けたのかよ。ついこの間の話。あ、そう、もうなんかね、最初から喋ったばかり申し訳ないんですけど、私ね、個人的にね、ちょっとそういう法律系の資格をね、頑張って受けててですね、もう本当頭おかしくなりながら受けてたんですよ。本当にもう何やっててもなんかもうね、そのことばっかしみたいな感じで、でもやっぱりね、なかなか難しくてちょっと破れちゃいましたという気持ちも込めて、この曲をいきたいと思いますけど、オーケストラの準備は、はい、アフェクトロー。
アナスタシア、アナスタシア。来年は。来年こそは。頑張ってください。ねえ、なんであの司法書士ってさ、なんか1年になんか十何科目も受けさせられないかとかって本当に。なんであんな書式でさ、そんななんかね、あんななんか昭和一桁生まれの人が行方不明になりました、どうしますかみたいなもんで出してくる。探せ。探してこいもう。なんで俺のが処理してないかと。そうそう。そうね、しかもそれ答えられんかったら俺が情けない。さあ、まあ、そんなね、難しい話はね、もう抜きにしよう、ね、みんなももっとリラックスしてくださいね、まあ、やっぱね、まあ、こうやって最近のね、その国際情勢を見るとね、すごくやっぱり緊張が高まってるなって思うんだね。でもそんな時に僕は思うんです。日本の誇れる文化ね、みんなちっちゃい頃、そして今もね、漫画、アニメ、そういったものっていうのを、ね、見て育って、そして今も育っている、育てられている、その漫画を生んだ日本の、偉大な人たちに捧げます。レレレのおじさん。どうしよう、どうにかなる。ギターから。ギターから。まあ、今やるわね。今のチャンス。チャンス今。本当打ち合わせしないですからね、これ。練習したじゃん。実はこの曲ですね、このギターの大江健さんは昔 BS ヤングバトルしてですね、20年ぐらい前に、そうやって NHK が、ね、バンドコンテストみたいなのやってたんですよね。 BS でやって、それで、九州大会かな、まで、あ、違う、中国ブロック大会ってところで、まあ、テレビで流された曲らしくてですね、
でなんか知らんけどあの一部で非常に火がついてリクエストがなんかあったらしいです。なんかラジオとかという曲です。さあ、まああのちょっと皆方の力抜けたかなってところでね。ああね、ちょっとまああのじゃあ多少ちょっとまともな曲を。時間のこと忘れてましたね。ですね。次なの。まあとあるとあるアメリカのデトロイトのバンドがこの曲をやっていたので我々もそれをやります。ピンセスタYouTube で見つけてきて、全然ですね、日本でも CD 出てないんですよ。てかアメリカでも CD 売ってんのかっていうような誰も知らない2人組、なんかジョニーヘッドバンドっていう、ね、人たちがいてですね、でちょっとこれカバーしようって勝手にカバーして、でしかも勝手にカバーしたやつを YouTube に上げて、送りつけたんですよね、メールで。ね、はいはい、我々は日本だよ、ね、日本です、あなたたちをカバーしました、見ろみたいな感じ。多分英語を訳したらそんな感じだと思うんですよ。でそれで英語で、返事返ってきました。わお、ごめんなさい、 YouTube 最近あまり見てないので気づくの遅くなりました。ファンタスティックみたいな感じで、その後なんか YouTube に多分まあそのファンの人がなんかの書き込みみたいなのあったんですけどね、わお、すごいねみたいな感じですけど、なんかね、それ以降何の連絡もない。iTunes で買ったよ、曲買った、マジで買ったどうでしたか、新曲は。新曲、この曲を買った iTunes で買えるみたいな。はいはいはい、やっぱりすごいですね。機材がまた壊れたみたいですね。はい、楽しい時間はなかなかやってこないから。でも、もう楽しい時間ですね。実はもう今日私たちの出番はこの最後の1曲で終わってしまうんです。笑っていいと思うんで出てるタモさんの気持ちがよく分かる。
なので、まあ、でもこの後ですね、またいろいろと、パフォーマンスとしてライブいろいろ続きますね。ぜひ皆さんね、お酒飲みながら楽しんでてください。本日は本当に、ね、ありがとうございました。もう終わっちゃうじゃないか。引き続き楽しんでくださいね。じゃあ次はこの曲です。ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなというね。こればっかりやしね、僕らね、こればっかりやってます。もうバンド結成して以来この曲ばっかしやってます。全然新しい曲やんないじゃないかなって思いますけど、はい、3年ぐらい何もやってないですはい、まあね、いろんな有名な曲ですね。なんかよく一番最初に MTV のビデオクリップになったっていうような曲だっていう話も聞いたことあります。はい、じゃあこの曲です。ビデオキューズラディオスタート